どうもスランジでございます。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日なんですけどね、給料事情です。はい、しかも異種格闘技、今まではちょっとトラック系のね、給料事情ということでいろいろ聞かせていただいてたんですけど、この度、違う職種でね、こういう金額ですよっていうねことも世の中にお伝えできませんかっていうようなねお話を、もらいまして、ぜひと、はい、そういった形で、ちょっと一席設けさせていただいて、今日は動画を撮ってるっていう感じでございます。よいしょ、もういるんですよ。はい、今日はね、田中さんにね、ちょっといろいろお話をお伺いしてもらうという形で、席を設けさせていただいたんで、紐を解いていろいろとご教授願いたいと思われますと。じゃあ田中さん、本当今日ねよろしくお願いいたします。でちょっと本当ツイッター上のお付き合いでしかなかったんで、いろいろとね知らない部分が当然ありますので、教えていただきたいんですが、まず田中さんはどちらにお住まいなんですか？自分は東京都の、東京都、はい、23区の東京都にお住まいで、お年はおいくつですか？今31です。31、はい、31歳東京都、はい、どのようなお仕事をされているんですか？今清掃業やってます。主にパチンコ屋さんだったり、ゲームセンターだったり、あと、時々あるのはショッピングモールの清掃、ビルのメンテナンスの清掃、そういうのを主にやってます。ご家族の方は？自分の方は妻が1人、はい、あと子供が2人います。2人、はい、31歳東京都住み、はい、奥さんがいてお子さんがお2人、はい、やってるお仕事は清掃業、はい、やって、就業場所というか清掃しに行くところというのがパチンコ屋だったりゲームセンターであったり、ビル、はい、ビルメンテみたいな感じですか？そうですね、ビルメンテ、いわゆる空きビルじゃなくて本当にテナントで入ってるところ、例えばレンタルでやってるところがあるじゃないですか。はあ、でそのレンタルでやってるところを清掃、いわゆるその依頼があって清掃に行ったり、次のいわゆるレンタルするスペースになるんで、それをやったりとか、そういう形ですね。全然ちょっとピンとこないんですよ、はい、僕の人生の中でその清掃業というのもやっぱり調べたこともやったこともないんで、はい、もう少しその清掃業というものを紐解いて教えていただきたいんですが、清掃業とは何を、ね、どこまで清掃するのが主なお仕事なんですか？主に自分の方は床だったり、床、あと壁、壁、あと外壁もやるときはやります。外壁、はい、僕が知ってるその清掃業で今ちょっと言われて思いつくのは、窓ガラスを50階とかの高さのところから吊られて外でこうやって磨いてる人とか、こういう風にやってる人見るんですけど、やっぱりそれも清掃業？それも清掃業ですけど、ただあっちはやっぱりその別口でそういう会社があるんで、また違うんですよね。高所作業っていうか、はい、危ないこと専門でみたいな、そういうところがあるんで、多分そちらの仕事のことだと。じゃあ田中さんのお仕事は別に危ない作業はなく、はい、特にそんな危険が伴うことはないですね。掃除をする場所っていうのは、はい、タイル、床、壁、他に何かありますか？パチンコ屋さんだと、はい、椅子のキャップを拭きます。いや、椅子のポール、いや、はい、椅子がこうやってあったと、下がポールなんです、はいはい、でポールで下もキャップなんです。へえ。それを全部、例えば、大規模なところだと仙台ですよね。仙台を、はい、4グループ分かれ、1人250台、だからもう用意どんで始めたら途中でその人とぶつかるまで終わらないっていう、はい、そういうふうな仕事ですね。一番きついのは4人、先ほど最初に言われた4人セットみたいなこと言ってましたけど、常に今就業してる間はやっぱり4人チームで動いてるんですか？そうです、基本4人チームで。1人で行くって派遣されるとかなんかないです？ないんですか？はい。これは正社員さんですか、準社員さんですか、それともパートアルバイト？自分は今正社員でやる。正社員さん、なるほど。
もともとはアルバイトでやったんです、はい、アルバイトで高校の時にやってて、はい、でそのまま自分が高校中退したもんですから、行き場所なくなっちゃって、じゃあそこにそのまま入ってくる、なるほどなるほど、で入ってって、そっからあのそのまま準社員に上げてもらって、はいはい、社員に上げてもらって、ちゃんとボトムアップしてキャリアアップを、ね、はい、で正社員になったって、はい、あ、なんかすごい微笑ましい、でそれであの今はあのまあ人並みの生活が送れるぐらいになってきたのかなっていうところですね。あの行く場所、はい、今度はその東京のどちらにお住まいなんですか？はい、東京の足立区。足立区、はい、足立区で就業先はどちらになるんですか？就業先はもう毎日変わるんで、その本当ローテーションでもう店自体がその言わずに毎日清掃する場所は同じってわけではないので、はいはいはい、あの本当に行くところは先々。それは県外もあるんですか？ありますよ。あ、まあ行っても隣の県までが主にっていうのは、ただやっぱり人数がやっぱもうちょっとでかい規模で、はい、例えばもう人数が足んないって言われた時は群馬まで行ったこともあります。就業時間教えてもらえますか？はい、就業時間は自分はあの夜勤専門なので、はい、いわゆるその先ほど言ったパチンコ屋さんの返店に合わせた時間からスタートなので、はい、だいたい 12時ぐらいから現場入りです。深夜の12時、はい、深夜の12時に入って現場に入って、はいはい、で何時までになる？それ大体早いとこだと6時で終わる時もあれば、はい、2軒掛け持ちっていうのもあるんですよ、はい、その場合はまあ午前の10時とか11時とか、はい、それぐらいまでかかる時もあります。その本当にその現場によっていわゆるまちまちになったり、あともう1軒行けるっていう時間だったら自分はもう行っちゃうタイプなんで、それも行かせていただいてって形でやってますね。その正社員さんでいるってことは基本給がやっぱりあって、はいはい、で深作業でプラスアルファになるという形ですね。はい、そうです。ってことは今おっしゃった通り、はい、他のところの話が出たらそれはもう自分から行きます、それもやりますっていうことによってプラスアルファになると。そうです。ある一定の基本給はあるということですね。はい、はい、そうです。なるほど。じゃあもうある程度はご本人様次第で仕事を会社からもらえる話が来たら、はい、取るか取らないかは自分次第。そう、自分次第です。稼ぎたかったら取ればいいし、稼ぎたくないってわけじゃないんですけど、例えばちょっと体休ませたいって思う人がいれば、はい、それは各々の自由っていうか、そう強制はさせられることもたまにありますけど、基本的には自分からそこまで進んで言わない限りはリスクは負わないんじゃないかなっていう。常にやっぱり仕事はあるって感じですか、こういうご時世ですが。そうですね。ただ去年やっぱ緊急事態宣言出た時は、はい、お店自体が結構閉まってることが多かったんで、はい、少なくはなりましたけど、今やっとだいぶで景気回復はしてるかどうかわからないんですけど、お店自体はだいぶ開いてくれるようになったりとか、あとそのレンタルスペースをある程度ご利用していただけるようになったので、その分あのだいぶ回復してきたのかなっていうのは肌で感じてます。なるほど。あの福利厚生関係とか有給関係っていうのもきちんとついてる。そうですね、今はいついてます。あと賞与っていうのが、はい、あります。すごいじゃん、あの、はい、清掃業難しいことありますか？難しいことっていうか、まあ一人作業なもんで、はい、まあ、トラックの運転手さんとは近いかもしれないんですけど、はい、基本的に一人作業の部分がメインなんです、はい、ただ、はい、だけどやっぱ4人で一緒に行動しなきゃいけない時もまああるわけですよ、はい、そういう時にやっぱ人間関係がやっぱそこが肝になってくる部分があるので、やっぱ人間関係がやっぱね、対人関係うまくできないとやっぱ難しかったりとかしますね。はい、作業的にそんなに難しいっていうのはない、はい、そこまで難しいことは、素人の方でも誰でも清掃業はできますよっていう、はいはいはい、そうですね、なるほどね、はい、さて大体内容が分かってきました。就業時間も分かってきました。福利厚生も分かりました。さあぶっちゃけ田中さん、月給の方をお願いいたします。はい、私の月給は総支給額、はい、総支給は、はい、30万ぴったりです。すごい。だって夜中の12時から働いて早い時で6時に終わるって言ってるんですよ。夜勤の仕事6時間ぐらいがあって、休みの方っていうのは週休2日ですか、週休1日ですか？週休2日を自分は希望してます。要はだいたい22時出勤で社員さんで賞与もあって総支給額30万とかですね、はい、トラック降りようかな。そうです、そうなりますよ。といったことで感じでございまして、はい、まあちょっとこれ以上の話はね、また詰めていくことになると思いますが、今日は清掃業の方を少しだけ31歳の田中さんに教えていただきました。本日の方はありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。